マキシモ・ネルソンは、ドミニカ共和国出身のプロ野球選手。ドミニカのウィンターリーグ、リーガでベースボールプロフェッショナルデラ・レプブリカ・ドミニカーナの、ティグレス・デルリセイに所属。地元の高校を卒業後、2000年10月に、ニューヨーク・ヤンキースとマイナー契約を結ぶが、ウィリー・ピエという偽名を使っていたことに加え、年齢を3歳ほどサバを読んでいたために、ビザ発給がスムーズにいかず、 2001年から2003年まで、ドミニカで過ごした。その後、2004年に渡米し、ルーキーリーグのガルフコーストリーグヤンキースでプレーし、6勝3敗、防御率2.63の成績を残し、翌2005年の有望新人リストでは30位にランクインするなど、それなりに将来を嘱望されていた。しかし同年オフ。 ドミニカ人グループが格作した偽装結婚疑惑に関与し解雇され、さらにビザ発給の永久停止処分を受けて、アメリカから国外追放となった。この偽装結婚疑惑には30人が関与し、ネルソンは1人当たり日本円で30万円ほどの報酬を受け取っていたとされる。ドミニカ共和国に帰国後、2006年からはドミニカンサマーリーグに参加。 ヤンキースとパドレスの合同参加チームでプレーし、4勝2敗、防御率1.18の成績を残すが、出番は多くなく、農業や漁業で生計を立てていた。2007年からは、イスラエル野球リーグでプレーし、5勝1敗。オフのウィンターリーグでの投球が、中日ドラゴンズの目に留まり、入団テストを受けることになる。2008年、中日の春季キャンプでのテストを経て、 同級団に入団する。ブルペン保守権通訳のルイス・フランシスとは同郷であり、それが縁で、ルイスが森シ和ゲカズバッテリーチーフコーチに紹介したものだった。来日の際はアメリカへの入国自体を禁止されていた、ため、アメリカを経由できず、ヨーロッパ経由で入国した。開幕後2軍で3試合登板し、7月19日の大阪新戦で1軍初登板。 2009年7月21日の対、広島東洋カープ戦にて、プロ入り初勝利を果たした。9月18日の対横浜戦で、初先発するが、4回1四万塁で降板し、敗戦投手となった。同年は、前年に比べて、投板機会が増え、26試合に登板し、1勝3敗、防御率3.58の結果を残した。 2010年2月26日、キャンプ地の沖縄から移動する際に、那覇空港での手荷物検査の際に、カバンから実弾が見つかり銃刀法違反容疑で逮捕された。ドミニカにおいて銃は認可登録申請を経て所持することが認められており、ネルソン本人もドミニカでは野球選手が強盗に襲われる事件が多く、ご信用として銃を携帯していたと話している。 銃は来日時にドミニカの自宅に置いてくるつもりであったが、銃弾だけが荷物に紛れ込んだという。警察の事情聴取の後、故意に銃弾を持ち込んだ可能性が低いこと、ネルソン本人が深く反省していることなどから翌27日に釈放。3月2日、球団から故意ではないが、銃弾所持は重大な犯罪として3ヶ月の出場停止の処分が下された。 6月に近親期間が明けると一軍に合流。7月以降は先発ローテーション入りし、9月2日に来日初の完封勝利を挙げるなど4勝をマークした。また、ネルソンはこの時、日本に来て一番向上したのは、請球と語った。2011年4月12日の対横浜戦で初の開幕投手を務める。7月26日の対阪神戦では、 その日昇格したばかりの森田一世に、初打席本塁打を献上してしまう。この年は先発ローテーションの一角として活躍し、打線の援護がなかなかもらえず、最終的には10勝14敗と負け越すものの、安定した投球で、チームの優勝に貢献した。2012年は、開幕から怪我に悩まされ、6試合に登板し、0勝1敗。 防御率7.15と制裁を各くシーズンとなり、10月2日に球団から戦力外通告を受け、5日に自由、契約公示された。2013年、中南米を拠点に所属チームを探し、リーベネソラーナでベースボールプロフェッショナルのカルデナレスで、ララに入団、1月20日に初先発を果たした。2月12日、韓国プロ野球、 トサンベアーズが獲得することが報じられ、記事通でキャンプへの合流が遅れたケルビン・ヒメネスの代役候補として14日より、キャンプ地の清武総合運動公園でテストを受けたが、不合格だった。4月には、千葉ロッテマリーンズが獲得に動いていることが報道された。2014年6月9日、韓国の独立球団、カヤワンダーズと契約。2015年は、 メキシカンリーグのアグアスカリエンテスレールロードメント契約するが5月9日に解雇となる。10月から母国ドミニカのウィンターリーグ、リーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナのティグレスデルリセーでプレー2016年からもドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー 一軍公式戦での平均球速約時速1 4 6トル最速時速1 5 5トルのストレートとスライダー、フォーク、ツーシームを投げる。球速については、来日時に会見で最速で96マイルパーアワーと自ら語り、同時期の球団資料では時速1 5 8トルだったという。入団当初はクイック投球や制球に難があり、 盗塁されたり死死球を連発して崩れることが多かったが、以降はクイック、請求も改善され、減少傾向となる。疲労の回復が早く、2011年はたびたび14日で先発している。ありがとうございます。